続いての弁士をご紹介いたします。日本共産党東京10区予定候補、岸義信予定候補です。池袋西口にお集まりの皆さん、ご通行中の皆さん、ただいまご紹介をいただきました日本共産党衆議院東京10区予定候補、岸義信でございます。安倍首相は5月3日憲法記念日に憲法9条を2020年までに改悪すると宣言をいたしました。自衛隊を9条に書き込むだけだと言っていますが、とんでもありません。9条に自衛隊を書き込んだら憲法上何の制約もなく自衛隊が海外で武力行使できるようになってしまうではありませんか。こんな暴走を絶対に許すわけにはいきません。皆さん、憲法9条は変えるべきではない、これがあらゆる世論調査を見ても示されています。こうした暴走にストップをかける力は野党共闘です。この野党共闘は去年の参議院選挙1人区で11の選挙区で勝利したこと、そしてそれに引き続き新潟県知事選挙で野党共闘が勝利したことで、その力は明らかではないでしょうか。私は去年の10月東京10区補欠選挙を戦って痛感したことがあります。市民と野党の共闘で安倍政権を倒してほしいというこの声に誠実に応えるかどうかが政治家として今問われているということです。皆さん、この補欠選挙で私は野党共闘を誠実に実現するため努力をしました。また市民の皆さんと政策協定を結び、その実現のために力を尽くしてまいりました。残念ながら本気の野党共闘はこの選挙で実現できませんでしたが、私がこうした市民と野党の共闘という声に応えて誠実に取り組んだ、その大元に私が日本共産党の党員であるということと、もう一つ、長年にわたり私は日本共産党地区委員会というところで職場、地域、学園の草の根から声を上げ運動をしている人たちと一緒になってこの道一筋で頑張って活動してきたからです。皆さんの声を政治に生かすために全力を尽くす決意であります。皆さん、いよいよ総選挙、来るべき総選挙で何としても日本共産党の比例での躍進と、私岸義信を野党統一候補として国会に送り出していただきますこと、心からお願いを申し上げます。さて、いよいよ東京都議会議員選挙です。今度の都議選は憲法9条を守る選挙です。この都議会議員選挙で豊島選挙区、自民党、公明党と正面から対決するただ一人の候補者、米倉春奈都議を引き続き都議会へとどうか押し上げていただき、憲法9条改悪の、そして野党と市民の共闘を前に進める、その皆さんの意思を示していただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。もう一つ、豊島区の日本共産党都議会議員の議席は、豊島区民の声を都政に届けるかけがえのない議席です。日本共産党の都議会での議席がなかった8年間、自民党と公明党と民主党の石原、猪瀬、オール与党の議席で占められていた、閉塞していた都政の下で、豊島区では
一つの認可保育園も一つの特養ホームも作られていなかったではありませんか。4年前に米倉都議会に送り出していただき、この4年間で認可保育園は26増えました。認可保育園の定数は1800人増えました。特養ホームは2つ開設をされました。日本共産党の都議会議員の議席があってこそ、ママパパそして高齢者の皆さんの切実な声を都政に届けることができた確かな証拠ではありませんか。皆さん、今度の東京都議会議員選挙、豊島区民の声を都政に届け、その切実な願いを実現する米倉春奈都議、引き続き都議会に送り出していただきますこと、心からお願い申し上げます。選挙戦は大激戦です。八重都営に大きく支持を広げていただくこと、心からお願いを申し上げまして、私の訴えといたします。ありがとうございました。ただいま訴えをいたしましたのは、日本共産党衆議院10区予定候補、岸義信です。